皆さんこんにちは。本日はこちらのスタッシオン電車道をご紹介していきます。では見ていきましょう。まずこちら玄関です。こちらがシューズボックスになります。では玄関入りまして、とこちらですね、まずお手洗い側から見ていきます。こちらがウォシュレット付きのトイレになっています。とその横、こちらが浴室になっています。浴室横にはこちら給湯リモコンがついています。こちら後ろ部分、こちらがキッチンになっています。こちら二口のガスコンロが備え付けで置いている形になっていますね。こちらには室内洗濯機置き場、それからシャンプードレッサーがこちらの棚の中にある形で置いてあります。普段使わないときはこちらの戸で仕切ることができるようになっていますね。こちらにはオートロック対応のインターホンがついています。ではこちら洋室を見ていきます。こちらのお部屋にはベッドが備え付けで置いてありますね。こちら側にはクローゼットがあります。かなり大きく容量があるタイプですね。このお部屋は角部屋かつ大通りに面していて、日の当たりがかなりいい物件になっています。こちらもちろんエアコン付きです。こちらバルコニーです。こちらは6階からの眺めですね。こちらで以上スタシオン電車道ご紹介させていただきました。何か気になる点、確認事項などありましたら、下記概要欄からご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。